ナマンダブツナマンダブツ。司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツナマンダブツナマンダ。今日はですね、ゆっくりとお話をしている時間もありませんし、カナダのシリーズものを、カナダのアルバータ州南部におけるね、戦前の日系人社会と宗教との関わりについてのシリーズものを話す時間はありません。今お香さんが終わったばっかり でそれからさらにまたすぐに、満中院のお参りに伺うということですから、いやごく短くしかしなんか大事な話、いやなんかじゃないね、明らかに大事な話を、少しだけお話をさせていただきます。それは何かと言いますと、昨日かおとついかね、 NHK の朝のラジオで、この自殺者がすごく増えてるという話が出てまいりました。その統計上、8月の話ですね、8月に一月の間に1800何十人かの方が自殺をなさっていると。でこれが確か 13% ぐらい増えてる、去年に比べると 13% ぐらい増えてるんだったかな。でその中で非常に顕著にはっきりと傾向の中で明らかに出てくるのは、これ30代から下の若い方々が、女性です、女性の30代から下の方々が40% ぐらい自殺率が高くなっているっていうことです。これ大変な増加数だし増加率ですね。でこの傾向として明らかに若い女性の自殺者がとんでもなく増えてるっていうことです。でとんでもなく増えてるっていうのは、この数字が出る前から実はああと思っていたことがありますね。それは何かと言いますと、あのお坊さんの人生相談サイト、蓮の葉いうのがありませんか。この浄土真宗 のお坊さんで言いましたら、武田正文さんが仏心チャンネルいうやつで蓮の葉のことをよく取り上げられるようになっていますんで、ご存知の方、以前から知ってる人もそんなことで最近知った人もあるでしょうけれども、蓮の葉っていうのはね、不肖ですわ、不肖私めも、その回答するお坊さんの末席に連なってるんです。その私がですね、こう最近の傾向として見とっても、本当に顕著に明らかにはっきり分かるんやけど、20代とか10代とかね、まあ確かに30代の人もあるね、そういう、こう若い女性がもう消えてしまいたいとかね、人生終わりにしたいとかね、そういう、こう自殺したらあかんのでしょうか、昨日自殺したらあかんのでしょうかいうのにご回答させてもらったんですけども、そういった形でですね、10代20代が多いね、30代も確かに多い、そやけどそういう若い女性のですね人が、こう死んでしまいたいんですけどっていうご相談をなさることは確かにたくさんあります。明らかにたくさんありますから、見てみてくださったら、蓮の葉っていうのを見ていただいたらすぐに分かります。以前は確かにそこまではなかったと思いますから、それでもっと男の人の方が多かったと思うけど、女の人の方が今本当に顕著にその数字が出てますね。その傾向が数字通りのものが蓮の葉の中にも見えるということです。でそれがですね、どうしてなんかなということを考えたら、その女性であるからとか若い女性やからとかいうことはちょっとよくわからないんですけど、今思っていることで言いますと、あのコロナによってですね、人間がと人間との関わりが非常にこう希薄になっていってることだけは間違いないですね。3密やら言うてね、接触したらあかんないからね。で周りの人と関わっちゃいけないいうことで、仕事一つとってもリモートワークで、大学の授業はオンライン授業で、会議もズームを使って会議する、そんなんではね、こう人と人とが触れ合っていくことはできません。人と人とが触れ合っていかんいうことは、これは孤独感に苛まれるっていうことです。で孤独感に苛まれるけど、孤独って何かやと言ったらね孤独の孤いうのは、これ繊細孤児の孤っていう字で、これは子供が一人ぼっちで身寄りがないっていうのは、これは孤ですわ、ね、だから、子供編ですもんね。漢字の左側孤独、向かって左側孤独の子は子供やからね、これは戦災孤児と言われるように、子供が身寄りがないと、身寄りのない子供が戦争孤児って言われるものです。まあ戦争だけじゃなくて孤児と言われるものです。だから、独居老人って言われますように孤独の独は年いった人が身寄りがないことです。で、子供や年いった人が身寄りがないいうことは、こう
生産力というのかね、生産年齢人口っていうかね、生産年齢人口にはまらんような人たちが一人ぼっちであるということは孤独ということであったんでしょ。そういうね、生産年齢人口という言葉は昔あったか、もちろんなかったわけですけども、まあ言うたらそういうことになりませんか。では若い人がどうか言って、20代の人が死んでしまいたいとか言って言うてはるわけやから、その若い人で、その生産年齢人口にまさにはまってる人でもやっぱり、こう生きてるのがしんどうなってくるのは、これやっぱ孤独感でさ、一人ぼっちやで。で、一人ぼっちやいて、どうしてそんな一人ぼっちやいて言ったらね、今言ったようなことで全部一人でいなきゃしょうがない。人と集まるってことはリスクになっていく。で、それによってこう孤独感に苛まれちゃうと。で、自分は一人ぼっちなんやっていうけどもね、実は本当はそうではないはずなんです。まあほら、その人の家庭環境にもよるだろうけども、基本言ったらあかんかもしれんな。基本言う言い方も悪いかもしれないけど、まあ、そういうこと、お父さんとお母さんおられなかったら生まれてくんからね、これは明らかやからね。で、その後、お父さんお母さんの家庭環境がどうだっていう問題はあるけれどもね、それからまあおじいちゃんおばあちゃんもおいでになり、兄弟もおいでになり、まあそんなこと何もない人もあるんだろうけど、だから決めつけちゃいけないわけですけれども、まあしかし、まあそうで、学校やそれから職場の人間関係、お友達、いないわけじゃないんですわ。いないわけじゃないんやけど、一人やと思っちゃうんですね。自分一人の命は自分一人の命じゃなくて、私の命は私一人のもんではなく、私の占有物ではないはずです。やっぱり親に育てられてきたわけですわ。で、今やったらご門徒に育てられているわけです。で、そう思った時にですね、一人じゃないんやから自分の命、占有物やないよっていう、そういう言い方もあるだろうし、いや、そういうことはなくてね、誰かとつながっているっていう感覚がきちんとあったら、そんなに死のうなんていう気にはそれほどならないはずなんですよ。私も自殺した同級生とか何人かいますけども、そんな別に人間関係悪かったというふうに見えるような人ばっかりでなくて、そこそこ以上に友達いたやんっていうような人がやっぱり自殺よくしてますね。それを思った時に、本当は孤独やったいうことですわ。あの子友達たくさんおったやんっていうふうに思うんやけど、本当は孤独やったいうことですわ。で、それはどうしてかと言ったらね、その人の中では友達いうのは、なんていうかな、波風を立てないようにしている人間関係でしかなかったのかなということなんでしょうね。なんか寂しい話やなというふうにも思いますけども、まあ、そうやけど、そういう雑踏の中の孤独っていうのはあるんだろうけれども、まあ、そうやけど、やっぱりこうみんなが一人ぼっちだという感覚を強める中で消えてしまいたいっていう感覚になっていくんだろうから、だからまあ雑踏の中の孤独であってはならないんだけれども、やっぱり本当に強い人間関係、良い人間関係、一緒にいるんだっていう人間関係を、まあ本当は作っていかなきゃいけないんだけども、しかしその第一歩いうのかな、その良い人間関係、強い人間関係、深い人間関係っていうのを作っていく第一歩ってのは、これは何かって言ったらね、やっぱ声かけやと思います。今日お子さんでお話ししたんですけど、仏さんやな、声かけしてくれてるわけです。ね、妙生長十法、空興味生門、清風上生学ってね、仏さん、自分のお名前が声となって、その声が十法の世界に響き渡って、聞こえないところがちょっとでもあるようやったら、自分は仏さんならん言うて言うてはるのは、十正眼のここの部分やから。要は仏さんの声が、仏さんのお名前を唱える南無阿弥陀仏の声がですね、こう聞こえないところがなく、隅々まで行き渡ってるっていうことです。つまりこれはやっぱ仏さんが声かけしてくださってる。私のちっぽけな声かけとは全く違って、その声かけによってみんながこう仏さんになっていくような、すごい声かけだから、私のレベルとは全く違うものではあるけれども、やっぱり声かけしてくれてるわけです。声かけのレベルは違ってるんだけど、仏さんは声かけしてくれてる。そしたら自分も些細なことで、浅いものであるかもしれない、船舶な声かけであるかもしれんけど、やっぱり自分の周りの人に可能な限り
会って声かけっていうね、直接会って声かけするということは機会としては減ってるんだろうけれども、せやけどそれはインターネット上であろうがなんだろうがね、手紙であろうがなんだろうが、いろんな方法でもってね、直接にここにその人がおって声かけすることは困難かもしれんけれども、ここに 一緒にこの部屋に座って正座してここで喋ってるっていうことは今の状況では難しいかもしれないけど、そこは要したもんで、インターネット社会やから、インターネット社会は孤独を作り上げているのかもしれないけど、インターネットによって遠いところの人とも声かけできるようになってるわけだから、自分たちは今仏さんの真似させてもろて、妙正常長十法国境未生門いうことでね、誓って仏になる前というところはともかくとして、ちょっとでも多くの方々に、こう一人じゃないんだよっていう声かけをしていくっていうことが大事なことなんじゃないかなと思います。今日はこれで終わります。